です。本日は、旅行静岡浜松浜名湖に一泊旅行です。ということで行ってまいります。よいしょ。よし。これ最近買った靴、スキーンのクリアウォーター、靴とサンダルのいいとこ取りのね、いい感じです。よし、これで行きたいと思いますけど、キュルルキュルル出発いいね、いい天気。うちから2時間弱出発です。これは今日は暑くなりそうだ。よし、行こう。意外と遠いんだよな、浜松。2時間もかかる。今日は結構いい雲してるからタイムラプスがいいの撮れそうだな。上郷サービスエリアで休憩です。またワンワン持ってきたの。ワンワンちゃん、はい、入れてください。ありがとう。お上手。お、何かしら。なんじゃこれ。ジャクシーボール、ゴールデン銀河だ。なんでこれにしたの。焼きそばパンとコーヒー。うん、なんで焼きそばパンって結構食べたくなるんやろ。美味しい。なにこれ。これが欲しかったの、あんた。ストレスは銀河の彼方へだって。車でストレス感じちゃった。なんでこんだけあってこのボール選んだやろ。ただのしないむにゃむにゃ。うわ、ほんとやむにゃむにゃや。じゃ気に入っとる。相当車の中でストレス感じちゃった。ストレッチボールも変えて満足です。浜松に向かいます。浜名湖サービスエリアに到着です。やっと着いた浜名湖。このサービスエリアで軽くご飯を食べて、その後浜名湖フェリーに乗ってチェックインかなと。娘様はもう寝ちゃいましたけど。これあそこやって、あれあれ、ここは工事でダメだったね。すっごいよ。こっから乗れたんや、土日と。あそこから出るんだって面白いよ。いいな。気持ちがいいね、やっぱ風が強いな。そこが乗り場、こっからやったらめっちゃ楽やってん。浜松餃子チャーハン。あれだね、俺は。はんぺん。浜名湖はんぺん。コーン。おいしい。めっちゃおいしい。あれ。立ったまま寝とる。あんな出口。今絶対観覧車が見えた。あったよー。浜名湖パルパル。隣に動物園ある。着いた。港。20分後やん。よし。フェリー乗り場到着です。全然人がいない。さっきサービスエリアあんないたのに。めいしょ。さすがにちょっと歩かせれんね、ここは怖いね。で、あのロープウェイ乗りたいんやって。あれロープウェイあんまり短いね。なんかでも日本って1個だけなんだって。湖の上を渡るロープウェイ。楽しいですか。これ何、絶対フェリーに乗って30分遊覧船で楽しんで、そのままホテルにチェックインと。そのままじゃないですけど。ご案内となります。来たぞー。あれだぞー。来たよー。奥浜名丸が来たぞー。到着ー。到着しました。気をつけよ。涼しいよ。あー、よかった。出発したの。あー、バイバイ。バイバイ。
ち外じゃなくて、やっぱり1歳の子にとってはこっちだね。フラワーパンチのリコちゃんでございます。終わっちゃった。30分の周遊コースのフェリーをね、楽しめました。終わりがけに急に楽しくなったのと、娘もね、すぐ隣に動物園もあったんで、ちょっとこっちも行きたかったですが、ホテルに向かいたいと思います。チェックインしてもう今日はおしまいです。めっちゃ笑ってるやん。なんかみかんがあるぞ。みかんの家が、はい、到着しました。うん、完全にレイクサイドホテルだね。本当に浜中のほとり。浜名湖が一望できる昭和感満載だね。なんかよいしょ。あとはもうゆっくりだね今日は。よー、登ってみ、もうちょっと、あとちょっと、頑張れ。よいしょ、やったやったやった、なんだこれ。だけね、ドローンを飛ばすことができました。あんまり時間ないんで、もう帰らなきゃだけど、よいしょ、帰るか。あとはもう帰ってご飯ですね。せっかくなんでっていうことで、ちょっとね、ご飯の前にちょっとだけ来ちゃいましたけど、一人で帰ってご飯です。はーい、はーい、帰ってきました。ちょっとだけ飛ばせれた。グリーンプラザおすすめナンバーワン、カモさん。向こう側から朝日が昇るみたいなんで、明日は14時50分ぐらいに起きてタイムラプスを設置したいなと。御殿場高原ビュー、キルス。朝の日の出を本当は撮りたかったんですが、ああもうすっかり上がってるわ。めちゃくちゃいい感じに出そうだったのに寝過ごしてしまいましたね。残念だ。ということで2日目はまだ未定ですが、動物園か鍾乳洞かぬくもりの里、森かなんかにね、行きたいと思います。準備して出発です。あ、朝ごはん食べたかな。食べられました。あとは動物園に行って、ぬくもりの森というところにね、軽く行って帰ろうかなと思います。その前にとりあえずあそこの桟橋に写真撮りに行こうじゃん。よいしょ。あ、
危ないこれ。これ忘れたら大変。桟橋でいい写真が撮れましたんで、動物園に行きたいと思います。浜松動物園。よし、出発。道も緑と雲と空と湖で気持ちがいいね。もう着くかな。あと10分で動物園到着。ほら目の前ロープウェイ。ロープウェイちょっと乗りたいな。目の前にあるけど。は？ロープウェイは一人で乗れないんで動物園にね行きたいと思います。結構な急な坂でいいね。夏休みだけど人が少なくて。キリンのアルパカかな。キリンかな、ね、レッサーパンダの匂い。臭い臭い。うわーでっかいよ。ザバーンって入ったよ今。うわかわいい、かわいい、かわいいね。おーい、かわいい。レッサーパンダ初めて見たけどめっちゃかわいい。ちょっとただこれ真夏は動物園はダメだね。暑い。えらい。三日日みかんわらび。うん、みかんのわらび餅だこれは。かっこいいよゾウちゃん。あんたの一番好きなゾウよ。ゾウ、ゾウ行こう。よし、ゾウ見に行こう。ゾウ、ゾウさんにバイバイは。はい、ちょっと良かったね。ぬくもりの里はちょっとやめて、砂丘、中田島砂丘にね向かってみたいと思います。中田島砂丘ということで中田島砂丘に到着しましたが、どんななんでしょう。わあすごい。これ歩くのしんどい。思ったより砂丘だね。ここでちょっとねドローン飛ばしたりだとかしたいと、遊びたいだと。めちゃめちゃ足取られる。めちゃめちゃ足取られる。はい。Cause you're tired of sitting here on your own. Yeah, you're tired of the feeling that you need someone. You found your peace no matter where you are.砂丘をね楽しみました。ドローン空撮もできて、真夏だからかあんまり人もいなくてよかったけど、熱中症になるなこれ。本当に気をつけないと。Do you ever look up in the sky sometimes wondering where you are wishing you could be right here. Do youはい、ということで夏の静岡浜松浜名湖に家族で旅行に行ってまいりました。ホテル以外は未計画で行ったんですが、いろいろとね楽しむことができました。なかなかね思った以上に浜松楽しかったです。今回ちょっと残念ながら行けなかった浜名湖パルパルだとか鍾乳洞だとか、あとはロープウェイも乗りたかったんですが、またねちょっと機会を見つけていきたいなと。あ、そうだそうだ、うなぎのカモという店にも行きたかったんですけれども、残念ながら行けず、また次回かなと。ちょっと最近いろいろとバタバタとしてたんですけれども、久しぶりに家族3人で楽しむことができてね、とても嬉しかったです。
来月は沖縄に行きたいなと思っております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。